よし、それでは行きましょう。で今回から、まあとは順番通り行きましょう。なんでチョナリさんと敬語さん、はい、チョナリさん敬語さん、まずチョナリさんと敬語さん、あ、敬語さん、チョナリ、チョナリさん、あれね、あ、チョナリさん、はいはい、あ、敬語さんとチョナリさんですね、そうですね、はい、でじゃんけんお願いします。はい、一緒はグー、はい、上です。そう、次の戦いは敬語さんと、あ、違った、隣さん敬語さん、なんでザッパとスレイヤー、ザッパスレイヤー、ザッパが単純な虚構がでいいんですかね。どの辺の強化されたのかようわからないですけど。そう、スレイヤーを押して、そして長成さんがまだ押さない。投撃前的な感じですね。デュエル、ワン、レッツゴー。さあ、まだ投げ出していって山梨を追い込んでいく。ノックバックしねー、しょうがない、ひどいね。今回あれですね、あの距離が結構長かったんですね。さあ、下段から刺して剣を出していく。さあ、剣のコンボ出して、離して離して離して、下段、さあ、コンボ前から逃げられねえ。さあ、Bを出すも、そこからコンボは繋がなかった。やべえ、ザッパが戦ってるよ、剣が戦ってる。さあ、ダッシュがまた決まる。色を出していった、間に挟んで画面端を追い込んでいく。ゲージがなくなっていく。スレイヤー、ああ、バスト。さあ、次は幽霊が出ていった。幽霊を出して牽制、牽制。さあ、馬上から赤段が落ちてきた。上八か、八段出してワンを出ていく。さあ、くん投げして逃がさない。さあ、ダッシュ投げ、フェイントからもう一回投げ、投げな、おっと、逆に投げられてしまう。三つ子の中段リッパーするも、そこからは届かない。ゴルフボールが当たる、逃げられない。これはどうしようもない。チョナリさんの勝ちです。おめでとうございます。で次が下、一番下の方ですね。なんでメガネさんは後が、なのでノメウさんと加藤さん、そうです、ノメウさんの加藤さんです。一番下の方で、ね、左下、そちらの方を割り込んで出てるんでお願いします。こうなってます、申し訳ないですけど、はい、ノメウさん、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、ワンピー、ツーピー、ツーピーこっち、はい、さあ、イノとジョニー、イノジョニー、さあどう出るか。イノはもう普通に大幅に崩し強化でいいのかな、空中ダッシュも増えてるし、で音符によるね、 FB とはいえね、25% 使ってほぼ逃げられない状態ですからね。さあ、先に仕掛けて奥攻めいったのは加藤さんのイノ。はい、攻めていって、そこから拾わない、あ、1段目、はい、2段中段によるつながってない。もう一丁するまま投げは飛ばなかった。さあ、投げる、おっと、外してしまう、ちょっとダメージソースが惜しかったか。ジョーカーで逃げていく、当たる、当たる、コンボはつながなかった。さあ、ちょっと体力差がまずいか、こっからどうする。あっと、これでクーダル攻めてきた、イノが1本、レッツゴー。さあ、ケミから攻めて、はい、攻めていく、おっと、2回からの突き消しがうまい具合にかみ合ってしまった。さあ、とにかく触りたいのがジョニー、し
かしそれをそうさせないように攻めていくのがイノ。さあ突き消して、いやー二重で当たった時の後続がやばい。さあコイン投げるも意味がなかった。さあ下段から攻めていって逃がさない、音を消して無駄を出してしまう投げで、おっとダウンジ当たってしまった。しかしこれで大衣装決めてくることによって加藤さん勝ち、おめでとうございます。連戦になっちゃうんでとりあえず右の方行きます。なんで鉄棒さんと辰馬さん、はい鉄棒さん辰馬さんいますか。鉄棒さんなど辰馬さん、お辰馬さん鉄棒さんで辰馬さん、あ辰馬さん違うか、あマジですか、ごめんなさい。じゃあ鉄棒さん、あれ鉄棒さんいますか。あいたいた、はいはい、じゃあ次じゃんけんします。最初はグーじゃんけんぽい、はいこうでしょ、はいワンビー側ですね。さあツービー側の方に座って準備ができたら押してください、お願いします。そうオーダーソル、オーダーとソル、あ今回設定変えてないんですけど、あれなんですよ、オーダーソルとソルですか、設定で中田ジョージの声にできますこれ。小さなことですけど、ね、今回はそういう設定あるんで、もしね興味があるんだったらお店の人に声かけて中田ジョージにしてくださいって言えばしてます。さあ攻めていったのがソル6、はい、さあお互いジャンピーを押し付けていく、この辺の性能は変わってないんですかね。ダメって、さあ F 式か、そうちょっと距離が長すぎた、投げてはい、ジリーかけてしっかりやって、もう一丁もう一回いける、バンデット、おっと高すぎるか。さあ睨み合っていく、絡めてガフレームで逃がさない、青して、さあ2ピラ割れてガフレームから、さあしっかりカウンター取ってパワーラバースト、じゃあ S2 当たるも他こうもいけない、だから出しだけ投げたでしょ、中段しっかりと見ていったが見合いが惜しかった、投げあっとミスでしまう、マネの身が動き出すも投げて迎撃される、あっとフォルトを払わなかったせいか削りで殺されたのか、まあソルが1本、さあエース OK 足払い、さあゲランで滑りいってボールから迎撃、ダンエスリボルバル締めて、さあニエスからのバフリーは当たらない、おっとナイスバックステー、微妙に高くなってる、そういうわけではないけど、グランドワイパーしっかり隠して、はい、D、はい、しっかりで、もう一丁ラストFB は今回からそうですね、どこでもクリーンヒットですね。さあと2ヘースを2敗をつなげたかったが、またボルガーをしていったということで鉄棒さんの勝ちかな、あ違うわ、辰馬さんの勝ちですね、おめでとうございます。では次シオンさんと日野花さん、日野花さんと、はい、シオンさん、ありがとうございます。昭和グーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、ワンピー、ツーピー、どっちか、ツーピーがワンピー、あっちですね、ではお願いします。ちょうど赤ペンの方がなくなってきた、表示されない。さあ制するとマイケン、おいしく食べていった、
リボルバーかな。ダーウェイに美味しくいただいてくいいヘリ。さあ今回はバグが速くなっていく。さあレベル2ためで、そうかレベル2からがあれなんですね。汗払いから壁ヒットになると張り付けになるんですよね。おっと強引のスルーワイパー乗りに乗ってる。さあ足払いあれはワイパー足払いだ。さあダメだ。はい足払いだ。しっかり奥まで溜めていってつなげて畳み、面白いなこの畳み。おっと投げ出したが漏れてしまう。畳の中毒をしっかり見てる。ダメだ。はい、裏に回ってスルムレベル3と距離が届かなかった。確定ドローバスト。ヤフレームで重ねてきた。しかし逃げていく。あじゃあいいあじゃあいいザタミ。さあなんだかやっぱ立ち回りは強いままですからね。バイゲの場合バグそうかガーキャン頑張り出せるようになってるのか一応。さあレベル3。さあこれはそうですね、バーストたまらなかったというか全然飛ばないんでね。ということで、清掃の勝ちです。おめでとうございます。